の子が。そうなのか。あのあざがある。間違いあるまい。こんなところに。あの嵐の中無事でおったとは。笑っておる。ん？もしやこの子は。ああよしよし、一人で心細かったじゃろ。もう心配いらんぞ。ありがとね。大切な儀式の前にスカーフが風に飛ばされちゃうなんて、私ってば本当ドジだよね。ついにあの岩を登る日が来たんだ。あんな高い場所、私に登れるかな。私たちを案内してくれるみたい。さ、行こう。
あのね、我ら意志の民、大地の精霊と共にありか。おじいちゃんから聞いたの。あの神の岩には大地の精霊様が宿ってるんだって。小さい頃からずっと、16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に祈りを捧げなさいって言われてきたけど、こんなしきたり誰が考えたのかしら。一人前になる前に崖から落ちて怪我でもしたらどうするのよ。でもあなたと生まれた日が一緒だったのが唯一の救いね。一人だったら絶対めげてだもん。それじゃあ行きましょ。
っくりした。あなたとルキのおかげで助かったわ。小さな魔物だったから運が良かったわね。ねえ、知ってる？神の岩の頂上へ行くには洞窟を抜けていかないとダメなのよ。さっきの魔物、あの洞窟から出てきたのかな。ちょっと怖いけど、あなたが一緒だし、へっちゃらだわ。さあ、行きましょう。
見て、真っ白だわ。霧がこんなに。助けてー！マヌロ！大変！早く助けなきゃ！マネーちゃんを驚かせようと思ったんだ。でも魔物に襲われて。そうよ、変よね。神聖な神の岩に魔物が出るなんてこと今までなかったのに。それはそうとダメよマノロ、こんな危ないことしたら。さあルキと一緒に村に戻ってなさい。うん、わかったよ。ありがとね。あんな怖い魔物を倒しちゃうなんて強くなったんだ。もう少しで頂上だね。やだ、雨が降ってきたわ。急ぎましょう。絶景が見れたはずなのに。早くお祈りを済ませないと。
私たち。でも不思議だわ。まるであなたが雷を呼んだみたい。そのあざは一体。あら、消えちゃったわね。何だったのかしら。いっぱい助けてもらったわね。やっぱりあなたが一緒だと私心強いわ。さ、早いとこお祈りを済ませましょう。我ら医師の民、大地の精霊と共にあり、ロトゼタシアの大地に恵みをもたらす精霊たちよ、日ごとの糧を与えてくださり感謝します。どうかその大いなる御心で悠久の大地に生きる我らをこれからも見守りください。うわー、すごい。広かったんだ。このしきたりを考えた人、きっとこの景色を見せたかったんだね。それじゃあ儀式を終えたこと、おじいちゃんに教えてあげましょう。みんな私たちの帰りを待ってるはずだわ。
ただいま、おじいちゃん。おお、二人とも無事に帰ってきて何よりじゃ。神の岩に雷が落ちたから、怪我をしてないかみんなで心配しておったわい。頂上で何が起こったのじゃ。そのようなことがあったのか。まさに奇跡というほかあるまい。きっと神の岩に宿りし、大地の精霊様が二人を守ってくださったのじゃろう。ところでエマよ、神の岩の頂上から何が見えたのか、わしに教えてくれるかな。ええ、見渡す限りの海が見えたわ。お日様に照らされてキラキラしててね。あんな光景初めて見たわ。この世界、ロトゼタシアがいかに広大かを石の村しか知らぬお主らも分かったようじゃな。お主らはまだまだ若い。もしかするとこの村を出て羽ばたく時が訪れるかもしれんからな。このロトゼタシアの広大さをわしは儀式を通じて二人に伝えたかったんじゃよ。さて、そろそろ村に戻るとするかの。お前の母ペルラにも儀式を終えたことを教えてあげなさい。ああ、よかったわ。安心したわ。二人も一人前だな。私たちも行きましょう。